ば人が見てチョッパーが欲しいよって、そしたらこんなのがいいっていう風に思われるタイプだから、まあ別にパンでもナックルなんでもいいのよ。ただチョッパー欲しいんだよねって、人くくりでチョッパーっていうものがあるでしょ。そしたらいろんなチョッパーがあるけど、例えば一番人がイメージするときにこんなのがいいですっていう風な感じ。頭の中にある作る前からけど、イメージはあってもこうなるのがやっぱすごい。実際の部品を組み合わせた時に、そのなんつうのかな、チョッパーってダサくないんだよね。俺らからするともうかっこいいんだよね。だから本当にこうモデル、スーパーモデルじゃないけど、例えば、まあ、マリリン・モンローで言えばアイコンなわけじゃん。要はそのチョッパーっていうところのアイコンって多分そのダサいとかじゃなくて、もうシルエットそのものなの。だから結局考えるとこってそこなのよ。そのダサくつけるんじゃなくて、もう収まりのいいとこってここしかなくて、だからフォークの長さもここしかなくて、ハンドルもそうなるとここしかないよね。そうするとハンドルの線から来るラインとか、あとはその年代が彷彿させるものがあるとしたら、わざわざマフラーはこれで作る必要もない。何年もこれでずっと、例えばそのメーカーが売ってるドラッグパイプっていうものがあったら、それってかっこ悪いもんじゃないじゃん。だからそれに合わせたセットアップをしておけば、おのずと完成形になるよね。